個質問来てた。なんすか。昔やった、ゆうたがやったバンカーから打つときに、はい、あの俺ポジションを絶対あるからそれ探してくれっていう話してたじゃん、はい、で、それは、番手が変わるごとに、変わるんでしょうかっていうまあ俺と小暮はいやもちろん長さ変わるから変わるんでしょうっていう話なんだけど、りゅうたにもじゃ あの聞いとくねっていう話したんだけど、変わるでしょうね、絶対変わるよね、どう変わる、しかもこれはあくまで平らなところでやってそれだけど、まあ、いろんなライン来ればまたそれなりの自分のポジションを見つけなきゃダメだよってことだよね。だって普通にだって579をこうやって持ってるじゃないですか、うん、579をこうやって一緒の手の位置にして、うん、こうやるだけで、うん、こんだけボールの位置で変わるんですよ横に。ああそうだね、うん、長さ違うもんね、うん、こうなってたら手の位置一緒で、うん、こうやってそしたらボールの位置やっぱ変わりますよ。こうやって構えて全然変わるよね。変わってるじゃないですか後ろが。全然それだけで変わってるの。長さこうグリップのこう一緒で合わせてね。手の位置一緒でしょ、うん。こうやってやったらもうこれだけでこんだけ変わってるのに。うん、うん、あこれ分かりやすい。すげえ分かりやすい。ただボール変わらないとダメですよ、うん。絶対変わなきゃダメだよね。もちろんボールの位置も、うん、こうやって7。あ前後の位置ね。うん、7、5、9ってこうやって、うんうん、こうなるはずだ。うん。うまいことすんね。そう、それ一番わかりやすいわ。そういうことだ、うん、そういうことだね。はい。OK、わかった。Thank you。 うん。ドライバーが、じゃこれドライバーでこの位置で、このズボンの1個目のところに、ここでこうまっすぐだとしたら、うん、ここからこうなってくるし、うん、もちろん当然、ここから、ドライバーがここだったとしたら、当然短くなるからこうなってくる。手前にね、はい、うん、こう右足の方にこう、こう斜めになってくるよね、うん、短くなるほどこうやってなる、うん、じゃないと一緒のとこ行ってこうやってそのポジションをこうやって短く持って一緒ですよ、あクラブね、変わんない、うん、3度の位置で、あんまこれ PS ですけど、うん、PS の位置こうやって持ってこうじゃないですか、うん、で、この長さにこうやって持ってるのだったら一緒、短く、あそのくらい短く持ったらね、これ PS の長さで長さと一緒こうやって打ってるんだったら、うん、別にボールの一緒でいいですけど、うん、ただ球浮かないですよ、浮かないね、もうそこまで短く持っちゃうね、結局9番で打ってるのにあの PS のプレスが止まなくなって、うん、それがいいんだったらいいですけど、こう転がしたかったりして、技としてね、まあそれが一番分かりやすいよ。80ヤードをこうもう普通だったら3度で振るしちゃったのに気持ち悪くて、そして短く持ってもこうこうやって足使って、うん、ゴロゴロやるんだったらボールの位置一緒で短く持つのもありあり、ね、ありでしょう、まあそれはあの打ち方違うけど、その、ね、引き出しとしてみたいな感じだよね。そこだけは変わる。ということで、はい、クラブによって場所が変わりますよということで、いいですね。いいでしょう。はい、ありがとうございます。